と3秒。一つ。二つ。三つ。何？ジャグレな、どうしたよケン、そんなに慌てちまって。エデンが聖帝軍に襲われている。聖帝軍だと？クソ、奴らとうとう動き出しやがったか。俺たちがエデンから離れている時に襲ってきやがるなんて。すぐにエデンに戻るぞ。呪文の修復はまだ間に合ってねえ。今襲われたらひとたまりもないぞ。くそ、もうエデンの中に侵入してやがる。ケン、片付けるぞ。Oh!
こいつらの親玉はどこに行った？あんた、聖帝軍じゃないのか？はあ。なんだよ、安心したぜ。聖帝だったらここから来た。陥落エリアとか言われてるところに向かったぞ。ただ、追うのは少し難しいかもしれないな。行く気か？ああ。だったら、あっちに行くべきだな。炎の中を突っ切ったら、無傷ってわけにもいかないだろう。あっちの方がまだ火が弱くてマシだと思うぜ。それと、行った先で何が待ち構えているかわからない。バザールで準備してきた方がいいと思うぜ。そうだな。ケンシロウさん、聖帝を見ていないか？聖帝、ああやつでしたらナイトクラブへ。そうか。お待ちください。どうした？聖帝は誰も近づけないようにとナイトクラブへの道を聖帝軍で塞ぎました。この先には大量の聖帝軍が待ち構えています。さすがのケンシロウさんといえど、このまま向かうのは危険ではないでしょうか？せめて少しでも準備していってください。そうだな。なんだお前。ここは通すなって聖帝様のご命令だ。引き返すんだな。聖帝はこの先にいるんだな。え？だったらどうしたってんだ。道を開けろ。おいおい、人の話は聞くもんだって教わらなかったのか？引き返せっつってんだろうが！こいつ聖帝軍に盾つこうってのか！てめえら、やっちまえ！このバカを聖帝様のもとへたどり着かせるな！通してもらう。
勝てるわけねえのに。すまない、ケン。俺では奴を止められなかった。ケンシロウさん。ケンシロウだと。そうか。昔あった北斗のガキか。でかくなったな、小僧。お前が聖帝サウザーか。貴様を話せ。この聖帝、お前ごときの指図は受けぬ。この町には豊富な水と無尽蔵の電力がある。そして女にも困らない。気に入ったぞ。ところでお前はなぜここに来た。こいつはお前の女か。いや、だがこの町には俺の愛する女がいる。愛ゆえか。くだらぬ理由だ。そんなものにこだわる人間の気が知れぬ。ここに俺の居城を築くとしよう。女、喜ぶがいい。お前の町はこの聖帝サウザーに捧げられるのだ。すべてあなたの思い通りに行くと思ったら大間違いですよ、聖帝殿。ほう、随分と強気だな、女。だがお前に何ができる。あなたを殺すことです。こんなおもちゃで俺を殺せるとでも思ったか。いい加減にしろ。どうした。それで終わりか。お前はもう死んでいる。ほう。飛行陣中局をついた。飛
飛行の中で最も破壊力を持つ必殺の飛行。貴様の命はあと3秒。ふん、3秒か。面白い。ならばその3秒数えてやろう。一つ、二つ、三つ。何？分かったか小僧。この体に北斗神拳は効かぬ。俺の体は生まれついての帝王の体。誰も俺を倒すことはできぬのだ。そんな、ケンシロウさんの剣が効かないなんて。バカな。確かに飛行をついたはず。さあどうする、ケンシロウ。ほう、北斗神拳が効かぬと分かりながらなお俺とやり合う気か。面白い。なんと乱れるとき北斗現ると聞く。ならばお前と戦うのが俺の宿命。貴様、女、お前に最強の男というものを見せてやろう。なぜ構えぬ。俺の剣、なんと鳳凰剣に構えはない。構えとは防御の型。我が剣にあるのはただ制圧全身のみ。来ぬのならこちらから行くぞ。来るがいい。お前は下がっている。この俺を倒すことができるかな。
体に北斗神拳は効かぬ。サウザ、貴様の体の謎は見切った。ならばもう一度撃ってみよう。心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆。それがお前の謎だ。
滅びるがいい。お前の負けだ。この町から去れ、サウザ。何？ケンシロウさんの言う通りです。聖帝殿、お引き取りを。女、この俺に命令する気か？貴様、無事か？ジャグル、それにあなた方は？サウザーよ、エデンに侵入したお前の部隊は我々の手によりほぼ壊滅した。残党も今や敗走しておる。なに？引くがいい、サウザー。これ以上ここで戦ってもこの町は手に入らぬ。おい、このままこいつを逃がすっていうのかよ。サウザーよ、あなたは投降するような方ではない。だがこれ以上戦っても何の利もありはしない。サウザーよ。ケンシロウ、一つ聞こう。なんだ？俺以外にもこの先エデンは様々な軍勢に狙われるだろう。ケンシロウ、お前は愛のためにそのすべてを相手にするというのか？ああ。よかろう。愛などというくだらぬものでお前がどこまでやれるか、しばらく見物することにしよう。せいぜいあがいてみせるがいい、ケンシロウ。エデンの危機に駆けつけていただき感謝します。我らの将が眠るこの町を守るのは当然のこと。では。
いいのかよ貴様、あのまま逃がしちまって放っておいたらまた攻めてくるんじゃねえか。今はこれでいいのです。あれ以上戦ってもお互い無駄に血が流れるだけです。あなたもこの町を守ってくれてありがとう、レイさん。お怪我の方は？大したことはない。だが聖帝サウザー、奴は必ずまたここを狙ってくるだろう。へその時は俺たちが叩きのめしてやるぜ。しかし貴様の気丈さ、さすがはエデンの聖女といったところか。あのサウザーを相手に全くひるまないとはな。貴様、怖かった。貴様、どうしちまったんだ急に。私は弱い。父のようにこの町を守ることはできない。今回だってケンシロウさんたちがいなかったら今頃この町は聖帝軍に。私のような力なき者は統治者として失格です。貴様、お前は一人じゃない。多くの仲間に慕われ、そして見守られている。そんなお前こそがエデンの光となって民を導ける存在なんだ。父を超えようなどと思う必要はない。貴様、お前はお前のやり方でエデンを守ればいい。剣の言う通りだ。お前を苦しめる奴は俺がやっつけてやるぜ。俺もアイリもお前には世話になっている。力が必要ならば遠慮なく言え。皆さん、ええ、ありがとう。